ひまそらあかね様の粘着アンチ、桜ういろう様について、いろいろな人が被害報告のツイートをされていますので、今回はいくつか紹介します。在日ウクライナ人のナザレンコ・アンドリー様のツイートから引用します。方針が決まった。1開示請求は必ずする。2本当に某新聞の記者だと判明した場合、まず勤務時間中の投稿を集めて勤務先に公開質問状を送る。3本名を出した公式謝罪がない場合、他の被害者に声をかけて集団訴訟の準備。3年前から俺に大迷惑かけてるやつ、今まで我慢しすぎたので徹底的にやる。政治問題だけの対立だったら良いのですが、あの人は、私の活動を潰すために元彼女と別れた件を利用したり、戦争中なのに支援の妨害になるウクライナのネガ件をしたり、私の住所をばらし、職場まで特定しようとしたから、しかも3年もずっと、本気で訴えようと思った奴は彼しかいない、去年も検討してた。これはひどい、私は別に誰かを批判するなというつもりはないんですよ。ひまそらあかね様を批判したければ勝手に批判すれば良いんじゃないかなと思っていますので、批判というものはそもそも悪いことではなく、相手の悪いところを指摘して改善を促すという効果もあるので、でも桜ういろう様は方向性をだいぶ間違えているというか、批判するにしてもライン超えすぎでしたね。メイロマ様も、Y も被害者です、スクショは全部保存しています、集団訴訟やる場合は乗っかります、という趣旨のツイートをされています。続いて有本香織様のツイートから引用します。2019年12月15日のツイートです。このアカウントかなり前にブロックしたんだが、ブロックされながらも手間暇かけて延々と私に粘着し中傷し続けている一つ。この人かつて日本国機能のアンチ活動にも勤しんでいて、当時版元に電話までかけてきたほどの熱心さだった。まさに病的。その熱心さのおかげでどういう人かは判明していますが、まるで某弁護士みたいですね。まあでも弁護士という括りだとあそこまでやるのは彼くらいでしょうか。続いて小杉沙織様のツイートから引用します。記者が支援団体やってる私をバカにしてきてたなんてびっくり。この後すぐブロックしたけど、意味のある意味合い論でなく、小学校のいじめレベルのツイートにまさか記者さんだとは思いもしなかった。ただただみっともない。桜ういろう様は以前小杉様に対して、杉谷雄先生みたいな人が NPO にもいるんですねなどという意味不明なツイートをしておられました。思想といい思考レベルといい、高木健一レベルですね。また当チャンネルでもたびたび引用させてもらっている高橋雄一郎弁護士も桜ういろう様の被害者だそうです。被害者多すぎて草、引用します。髪赤になった桜ういろう、俺も何度か粘着されたことがある。新聞記者だったのね。道理であれだと思った。新聞記者って Twitter で社会的地位の低下した職業ベスト3に入るのではないか。大学教員と放送と並んで。桜ういろう様のアカウントは2010年2月に登録されています。ということは13年間にわたって延々とわけのわからんデマの拡散と誹謗中傷を毎日のように続けていたわけですか。ここまで行くとさすがにちょっと異常です。ナザレンコ様のツイートから引用します。3年前から私に執拗に絡んでて、私叩き専用の別アカまで作って、私に対する誹謗中傷とデマ拡散を毎日繰り返してきて、日本人のなりすましだの、ウクライナ軍事産業の工作員だの、統一教会信者だの、ウクライナヘイトまでやってたやつが見バレされた途端に鍵がけ赤消し、逃亡、情けない、哀れ、卑怯。ところでこの赤は私の住所が書いてある資料まで拡散していて、私を危険にさらそうとしたやつ、こいつ影響力がないのでその件にあえて触れないようにしたが、住所拡散させぬように、プライバシー侵害云々言う権利ない卑怯者なので、こいつの件で拡散してほしい情報あれば、DM ください、協力します。ああたまらねえぜ、世の中が浄化されていく。なお桜ういろう様の臭い過去発言については、また別の動画で紹介します。最後までご視聴ありがとうございました。